では、ご紹介しましょう。はい、はい、今日はヤクルトスワローズのエースピッチャーにして、かつての日本放送ショーアップナイターの解説もお務めいただきました、はいはいはい、その後 DeNA ですとか巨人ですとか、まあ、あのピッチングコーチでも、名伯楽としてご活躍をされました。もうコントロールの達人でしたよね、小原さん。うらやましかったよ。これな、コントロール悪いからさ。いやいや、何言ってんすか。その速い球も羨ましかったです。いやいや、いや、とにかくね、今日は小原隆夫、かつてのエースに来てもらって、俺ちょうど実際若いんだよね、はい、でも一緒にやったことあるよね。やりましたよ、あの時期、はい、やってますよ。それでね、いろんな話があるんだけどね、はい、なんであるんですか。ここへ来て、そのまあそういう話をさ、ゲストの話をいろいろ聞くんだけどね、はい、あんまりいろいろ調べたりとかしてないから、ね、はいはい、で、かすかにああいう記憶があったな、こういう記憶があったなということで思い出しながら喋るんで、はい、もうどうぞ頼むよ。はい、よろしくお願いします、ね、一応さ、あと経歴を、まあ、一応見たらさ、無理、覚えられない。あ自分で覚えてる、全部言ったの。いや、そりゃまだ覚えてるとは思うけどさ、まあね、結構な旧暦なんだよね。こんな人いないんじゃない、今あの ここまで旧暦があるのは、まあ、球団だけど、何球団、球団はどこでしょうね。まずヤクルトで現役終わりましたよね、うん、でヤクルト 何年に入ったの。僕はだから、昭和78年で、だから1900、うん、73年、はい、だからあのヤクルトが広岡さんで初優勝した時に、うん、あの年か。あ、だからあの後楽園の、うん、ホームランかどうかで揉めて、どうかで揉めて、1時間半の中断。あ、そうか、あの時なんだ、はい、そうです。それでヤクルトで終わって、うん、で3年間日本放送にお世話になって、あ、そうかそうかそうか。でそこからロッテ、うん、でヤクルトに戻って、うん、でその後ホークスに行って、うん、で巨人、うん、横浜、うん、巨人で、まあ、高校生も指導しましたけども、うん、その後またヤクルトっていう。そんな人いないよ。覚えられないよ、それ言われても。なあ、でもよくそれでも行ったな、はい、それでも一つきっかけない、なんかそういうことでさ、現役で終わって、まあ、最初はですね、うん、広岡さんです。そうだよね、はい、だから広岡さんの時に僕が入ったんですよ、ヤクルトに、うんうんうん、で、まあ、気に留めてくれたというか、うん、で、広岡さんがロッテの GM、 日本で初めての GM になるっていう時に電話がかかってきて、うん、俺を手伝い、うん、いや、そうね、俺ちょっと思い出すんだけどね、あのちょうど OB クラブを俺やってたでしょ、はいはいはい、で、小原辞めてからすぐ入ってきたじゃないか、はいあの時に、なんかね、俺ね、広岡さんのことを聞かれたような気がするんだよ。ほんで、広岡さんもいるから、来てて、時々接触するとね、はい、まあ、別に悪いことじゃないじゃない。いや、こう話を、なんかした記憶があるんだよ。ああ、そうですか。うん。で、それがなんかね、多分、広岡さんが気にし始めたんじゃないかな。あ、そうですか。うん、終わるっていう。OB をさ、当時の、なったばっかりは。俺だからそのきっかけの時がちょっと記憶あるんだよ。あ、そうなんですか。うん。うん、だから広岡さんってほら、まあ見る目かな、いろいろちょっと変わってるけど、あの好き嫌いが激しいじゃん。まあ確かに。でも僕は、うん、広岡さんにすっごい、うん、あの育てられたんですよ。あのロッテの2年間で。ああ、そうか。広岡さんの監督の時。広岡さん、まあもうあの選手の時もそうですけど、うん、GM でバレンタインが監督じゃないですか、うんうん、でバレンタインが最初、うん、もうダントツ最下位を走ってて、うん、でそこからまあ、 広岡さんがちょっと俺があの中に入ってやるみたいな感じになったんですけど、うん、それまで毎試合終わって GM 室に呼ばれて、でお前あの時なんでピッチャーの、うん、その変えるタイミングを間違えてんだとか、お前あの崩れる前兆分かんなかったかとか、そういうのをすっごく怒られて、で僕はそれが結局は勉強になって、なるほど、すっごい、あ、そういうことも頭に入れとかなきゃいけないんかとか、ああそこやっぱりそうかとか、そういうのをずっと言われて、なるほどね、
で2ヶ月ぐらい言われて、まあ、僕もあのコーチになったばっかりなんで、とにかくもう廣岡さんの、その知識とか経験とか吸収したいんで、こっちももう言われっぱなしじゃなくて、いや、あの時はこうだったんでって自分のことをボン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 こう言ったんですよ。で、そうこうしてるうちに、まあ、あれ5月になった時かな、そろそろこれちゃんとしないとあのバレンタインに恥かかすなって言って、で、廣岡さんが僕はピッチャー交代、お前がやれ、で、作戦のことは江藤さん、翔太さん、で、その間にあのファームから江尻を呼んで、ベンチコーチに置くから、お前は江尻に全部言えばいいんだっつって、はピッチャー交代って監督の仕事じゃないですか、はえ、そんなこと僕やっていいんですかっつって、いや、いいんだって、お前やれって言って、はあ、それがもう勉強になったんですよ、うん、やっぱり毎日本当にね、うん、もう胃の痛いこと痛いことさあ怒られるしな、失敗したら、はあ、やっぱボロクソに言ってくるんでしょ、結局いろいろなんて、もちろんです、怒られます、怒られます、まあもちろんその怒られた分だけ教えてもらえるわけですよ、まあ僕も聞きますから、あの頃ね、俺のイメージだとね、廣岡さんとバレンタインが悪かったのですんだよな、あのね、なんか、はい、そういう野球感とか、いやいや違うでしょ、確かに違いましたよね、はい、あれ結構話題になってたもんな、ありました、まあまあいろいろと問題はありました、まあ俺らどっちかやったら、あの日本人系だから、あの廣岡さんの方を、ああ、そうですね、支援したけどね、バレンタインやけど、そうなんですよ、だからやっぱり僕らが小さい時から学んできたようなことっていうのが当たり前の感覚なので、どうしてもこう廣岡さんの言う方にこう行きますよね、うん、なんかバレンタインが俺は好きじゃなかったんだよね、なんかこれ休ませよ休ませよって、そうなんですよ、なんでもそうなんだ、はい、で、結局あの外国人選手はもう次の月曜日はもう休みだっていうのは監督から聞いてるから分かってるんですよ、うんうんうん、でも廣岡さんはやっぱりそのまだ当時のロッテはまだまだ成長過程なので、うん、練習をして力をつけさせないといけないんだと、うんうん、そうしないとあの上に行けないっていう、そういうのがもう明確にあったので、そこがまず違うんですよね、なるほど、だから外国人は休ませていいじゃないですか、うん、でも日本人は力がないんだから、そうそうそう、練習しないといけないんじゃないですかって僕らもこう言ってたんですけど、うん、いや疲れてるから休ますんだって、それももう当日になって変えるんですよ、それまではそうだなそうだな、うん、やっぱり練習大事だとか言ってたんですけど、あれもう未だにそうだね、アメリカの考え方って、そうですね、何でも休めばいいみたいなさ、まあでもアメリカはね、もうルーキーリーグからもうずーっと段階を経てきているので、うん、そこそこその力のある人がいるので、うん、そこはコンディショニング的にもう休ますっていうのは大事だと思うんですけど、で、ずっと連戦じゃないですか、うん、でも日本は6試合やったら1日休めるわけですよ、うん、だそういうことの繰り返しだし、6連戦以上っていうのは、まあここのところ9連戦っていうのが時々ありますけど、それ以上ないんですよね、だからある程度のことをやってると、そんなに疲れは、まあ疲れてるのはもうレギュラーだけなので、もうレギュラーは休ませていいと思うんですけども、他の控え選手はやっぱり練習した方がいいと思うんですよね。